当にありがとう。ポンコツ番長は YouTube の大工の動画で結構上位にたくさんいってる。いつも本当にありがとう。はい、どうもー。本気で YouTube トリプルコンテンツを毎日投稿するために準備を始めて、今ストック動画を撮ってる職人ポンコツ番長、こんにちは、こんにちは、こんにちは、どうもー、おめでとう。いや、本気ですから、本気で年間1000本、一人で1200本、知らないけど、1000本以上動画を上げてやろうと、そういう思いで、そして、作業動画を撮るために、新しい動画、作りたいと思います。はい、今日はですね、後ろに見えてるこの柱、僕と同じ曲がり倒してる柱を、ごまかす方法を動画でお見せしたいと思います。はい、これはあくまでも、お客さんの、筋交いを入れるとか入れないとか、いろいろ問題あるんですけど、お客さんの希望が、ポンコツの仕事スタイルですので、で、これは僕が勝手に吹かしてしまいます。ルールは僕が決めると。勝手にやっちゃいます。大きさとか、ちょっと強めに、この柱も弱いんで、終わりでごまかしてやろうと。勝ち込んで、強めにしてやろうと思ってます。ですがね、あんまり何でもカチカチにするといいっていうもんでもないんですよ。家は揺れるようになってますので。そういうことで、真似はしないように、ポンコツなりに今からお見せしたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、まずね、いろんな角度に曲がってるんです、この木。向こう曲がってたり、こっち曲がってたり、ひねってたり、結構ひどいです。で、この一箇所を基準にするために、今後ろ、こっちからもうレーザー当てて、次出してるんですよ。で、今僕の足元にレーザーあって、とりあえずね、この太刀をまずまっすぐ出したいと。何も曲がりすぎてて、考えててももう頭の中こんがらがっちゃうから、とりあえず一箇所を決めて、そこから金を出していくと、必ず、まあ間違ってなかったら、90度になるということですね。それではね、今、レーザーに出てるところ、はい、これで決めたいと思います。これ今、ちょっと勝ち込んで入れようと思ったんですけど、ちょっと緩かったですね。ぴったりぐらいなんですよ。で、これね、元々の柱が、昔の柱で10センチぴったり100なんですよ。で、これが105/351ですね。の割を使ってるんですけど、もう、デコボコで、ここなんかもう、へっこんでるんですよ。で、向こうが出てると。下は逆で、出てるんですよね。それをうまくやっていく方法を、僕なりですからね、真似しないでください。それでは次の面に行きたいと思います。ごめん、なんちゃって。ということで、親父ギャグ、どうぞ。はい、それでは次の場所行きますね。もともと柱が10センチ100だったでしょ？で、こっちに27足して、柱にも27足したら、合計で、154になるんですよ。で、今現場にそんな材料はないんですよね。なので、90の割と60の割があるんですよ。足すと150になるじゃないですか。で、間4ミリ開けて、金にしたら別に問題ないんです。で、足らないところは、くさびとかで調整しようと思います。で、まず今ね、この出した105の割にね、この90を、鉄砲でまっすぐ打っていくと。で、どうしてもこけてる分の2ミリか3ミリ上がすいちゃうんですよ。下と上で3ミリ幅が違うんですけど、それは、もう、そのままいいか。はい、わからないようにごまかします。別にこれをぴったりにする方法はあるんですよ。お金とか時間かかるんですよ。そういうことで、もう僕の判断で3ミリぐらいはいいということでやっちゃいます。これはあくまでもポンコツ流なんで、真似しないように。このね、今割に打ってるんですよ。この割に鉄砲で打ってます。で、この面を合わすようにね。何回も言いますけど、ポンコツ流なんでお願いします。2ミリですね。2ミリぐらい、絶対分かんないですか。もしも2ミリ分かるんだったら、そういう仕事ついた方がいいです、その方。はい。お、家が2ミリずれてるなとかって分かったら、多分ね、ノーベル賞取れると思いますよ。目で見て2ミリが見えてる。それではね、次ちょっとカメラの角度を変えて、今、この状態だったら、きっと金、ここが金出てないんですよ。それを、裏からくさびを入れて、やっていきたいと。それをお見せします。はい、次では、こっち面で、同じように105で、下もレーザー出て、下決めてあるんですよ。で、上、ここに僕、水見えてるんですけど、まあ、ちょっとひねってるんですよね。で、これで、決めていきたいと思います。それでね、ここの隙間とか、ここに今、レーザーでは合ってるんですけど、かなり隙があるんですよ。ここに、くさびを刺していくと。で、ボンドで決めて、ノコギリで切って、面に合わすと。そうしたら、
これはもう金今こう動いてますけどならないんで、今ここにねくさびを入れていきたいと思います。でこの時はネタボンド僕は入れちゃいます。それで今お見せしますね。少々お待ちを。はい、くさびをねお見せする前に、今ねスープ測ったら70何本だったんですよ。で僕実はこの120っていうコースレット持ってるんですよ。ビスまあね、新築なんか絶対使わないんで、まあリフォームやってる人でも120のコースレット持ってる人はあんまりいないと思いますよ。それでここに鉛筆で今仮止めしてるんですよ。これをこう置いて、この脳天からね打って今くっつけてるんです。でこの後ろに今鉛筆で印します。この時にやっとまっすぐ切る技術が必要になってくるんですよね。でも大丈夫です。ちょっとぐらいあれでも上にボード貼るんですよ。しかも僕研磨する機械持ってるんで少々は全然余裕でいきます。てか少々デコボコでも出てなかったらボードで全部もう一回仮囲いしますんで、そしたらめちゃめちゃしっかりした柱に見せれるという成功技でございます。多分こんなこと誰も教えてくれません。綺麗になったらいいですから。それでは今裏を切ってね、めくってからくさびを一緒にお見せしたいと思います。はい、それでは今下から決めてきてるんですよ。で大体間隔で尺ね303ぐらいで入れてます。でまあこれはポンコツくさび入れ方なんで、で初めネタボンドしようと思ってたんですけど、もう今日このまま蓋しちゃうんで、ネタボンドすると仕事しにくいんで、まあ別に影響ないんで。でね、僕はこういう時のくさびはくさび入れてから頭と下両方を打ちます。そうするとね抜けにくいんですよ。で今太刀がまっすぐ見えてるんですよね。こういう時は僕はインパクトってことでねやりますね。でこう閉まった時にずれたりするんで、よく確認した方がいいです。でもう一個上ね、少なすぎてもうあんまり空いてないですよ。それでこれも同じように止めるでしょ。なんか面白いこと言おうと思うんだけど、集中しちゃうとすぐ忘れちゃう。そう言ってたら落ちちゃった。隙間がないんですよ。あ、もうこのままいっちゃいます。くさびなしで。それでこうなったら、今度はこれを面でね、まあその日にやるんだったらもうノコギリでちょっと切ります。多分この綱にこれを切っていったら、あとは次のやつで蓋するっていう、そういう作戦です。で、こっち側は120のビスで打つし、上にボード貼るから、ボード貼った時に真ん中にさえビスを打たなければ、端で止めるんだったら、これが少々ずれても絶対にわからないんで。それは手抜き工事とかじゃないんですよ。物理的に端で決めるわけですから、ここがボコボコするはずがないんですよ。それを締めに行くと問題ですけどね。そういうの分かってやってますから。ということで、引き割ったやつを止めていきたいと思います。はい、動画トラブルでございます。今日の服と違うでしょ。カットマンから今クレーム来て、動画がちゃんと撮れてないとエラーが出るからって、どうにかしろって怒られました。すいません。いや、一応ちゃんと止めたんですよ。でももう止め終わった後で、ちゃんと柱は成り立ってると。これはね、ちょっと凹凸とかあれば、僕研磨の機械あるんで、この上に、角度とかはさっきと違うけどね。すいません。慌ててるんですよ、僕も。これ、磨き上げて仕上げればいいんですよ。少々の、ボードを端々で止めるんでね、大丈夫です。ご心配なく。気になるところは、後ほど研磨するということでございます。それでは最後、締める動画へ、いってらっしゃい。はい、どうもー、どうでしたか、ポンコツ流のポンコツ柱の完成品。残念です。いいもんではないですが。まあ、ボード貼ったら間違いなくいいものになります。はい、すいません。そんなのやったことなかったもね、大体うまくいきますから。基本で分からないことは全部現場が教えてくれます。現場はいい先生ですよ。そんなね、ダセー親方図ついてるよりね、なんでも現場に行ったら現場が教えてくれますから。はい、うまくいかないときは、うまくいく方法が必ず見つかります。視聴者の皆様、ダサい親方についてるより、現場に出た方がいいです。作業しか職人はうまくなるノウハウはありませんので。何言ってるかよくわかりませんが。ということで、まあ、期待されてない今日の朝ごはんの予定はこちらだはい、予定ですから、何かわかりません。はい、すいません。まあ、こういうものが出てくるだろうと。そろそろね、洋食も考えてるんですよ。食パン。明日か明後日かわかんないけど、まあ、こういう感じで、
いつもの定番のぬか漬けは出てると思います。はい、これが僕朝が食べた朝ごはんの予定でございます。すいません。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。明日はね、今度、新しい窓のところを吹かす動画、今から撮りたいと思います。またストップします。僕ポンコツ板前を毎日投稿するためにですね、今準備に入ってますので、また明日の朝ごはんも未定の動画になりますが、どうか明日もご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺でまた明日、バイバイ。Can you tell me where you want?